あ、どうも皆さんこんにちは、こんにちはございます。で今日もですね、ゼロ濡れガラスの巫女の続きやっていきたいと思います。で7の雫王政ですね、ついに黒沢ひそかさんを探すということで出てますね。いや前回はね、とこしえばなということで、ひなさきみを探すということで、見つけて確保したんですけど、いよいよね、ひそかさんを探すということで、これのためにいろいろやってきてるから、神隠しもそうだし、とこしえばなもそうだし、なんなら迷いがだってそうでしょう。というわけでやっていきます。夕の宮からみゆを救出したユーリ、しかしそこに密かの手がかりはなかった。ユーリは一縷の望みを抱き、遮影鏡を拾った川の川上に、川の上流にあるという密通の源、彼岸湖を目指す。わあ、危ねえとこだよねこれね。まあ今んとここれ大丈夫そうだもんな。行くか。おうせ。ああ、これ、出てくんのこの人。倒せんのかな。夕宮からミユを助け出したユーリ。しかし、ひそかの足取りはつかめなかった。残された手がかりは、遮影機で撮影された一枚の写真と、ひそかの、トンボ玉から見えた光景だけ。あの川の上流にひそかはいる。ユーリは一縷の望みを抱き、山頂にあるという水の源、彼岸湖を目指す。どうせ夜に出発するんだろうな。ほら姫崎さんを助けはしたけど、ひそかさんの手がかりは得られなかった。遮影機に残されてた写真、それに、あ、これだ、あ、そういうね、で今日の服装はあのデフォルトの私服です。はい、こんな格好になってますね。今日のコーデはこんな感じです。で、先進むのもそうなんだけど、その前にさ、カメラをパワーアップさせたいのよ、カメラ。ポイントちょっと溜まってきたから、7式フィルムしとかないと。これ自体もパワーアップできんだ。へぇー。はぁー。ほへー。あ、なるほどね。まあ、とりあえず、射撃自体の強化しよう。重点能力、マックスまで上げて。あ、いいね。出力。まあ、とりあえず、これで、バシバシシャッター切れるから。これでいこう。そちらに行けと。なってるんだけどさ、後ろのさ、今ここ光ってなかった。これ、扉、ドアノブ光ってない、これ。さすがにここなんもないっしょ。アイテムある、あ、ドア閉まっただけか。アイテム回収していこう。一応やっぱりアイテムをたくさん回収していった方が良いと思うのですね。14式じゃなくて7式。よし。弾数無限でバシバシいこう。取る。わあ、万葉丸ありがたい。これクリア時のさ、ポイントがこのアイテムの数によってやっぱ変わるから、取っといた方が絶対いいんですよ。おい、ありがとう。優しいな、こんなアイテム用意してくれて。行こうか。しかし、この、電気が生きてるのに誰もいないってのはかなりやっぱイカれてますよね。誰が電気代払ってるんだっていう。ん？お、ああ、ここにも入ってもありがとう。前来た時置いてなかったじゃん。行った時、しっか。そっち？ん？あ、違うわ。ああ、そっちがね。うわ、っていうか、いきなり読み濡れじゃん。びしょびしょなの早くね？びしょびしょなの早すぎません？ちょっと。行くしかねえな。いや、見て、この服の貼り付き方。もっとあったかい格好してこいよ。
はい、はい、完璧やわ。黒サイソか、オッケーオッケー。んとなるとだよ、これ左、となるとどういうことだ。あーっていうか、また行かんとあかんのね、あそこに、ここに竜の宮、再び来たわ。はいはい、あれ、あ、竜の宮行くわけじゃないんだ。あ、脇道行くのね。はあ、アイテムあるからアイテム回収してこよう。あれ、さすがにな、あんな化け物みてえな人にまた会うのはちょっと嫌だわ。よし、90式フィルムで脇道で行こう。あんまりさ前回で学んだっていうか、学ぶのが遅すぎるんですけど、脇道寄り目、おい、行った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 、またお前か。割とね、寄り道は、いや、遠く行け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 、よし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 。あ、でもチャージ早い、チャージ早い、だいぶ早いぞ、だいぶ早い、よいしょ。ん、こいつ何の言う、男なんか、男なんだろうな。おお、近い、ええー、よいしょ。寄ってくる寄ってくる。よいしょ。あの火のやつが本体だ。あの火が本体だ。よいしょ。あ、あれ？あれどうした？あ、触りたーい。あのさ、私入れないとこでお亡くなりになるのずるくないっすか？そら見えないよ。そら見えない。意味だに。ああ、メモが更新されてしまいましたな。意味だ、暗っ。え？ん？ん？ん？ああ、あるわ、アイテム。あれか。さあ、こう。これのことだよね。取る。ご神聖ありがたいっす。よしよし。道なり行けばよろしいですね。はいはいはい。イニタニとかさ、あ、出たよ、水の中。出たよ、すぐこうやってびしょびしょにするんだから。すぐびしょびしょにしたがる。風邪ひくっつーの。よいしょ。ひそかさんに会う前にさ、幽霊とか以前に風邪ひいて死ぬわ。こんな薄い格好で来るから。こっち合ってる？ああ、合ってる合ってる。ちょっと待って、その前にさ、こっちも行けるぞ、こっち。あら、何もない？何もないな。撮影すべきものも何もない。なんかありそうな気がしたんやけどね。ポイントゲットにならず。体力減ってんのかな、そういえば。いや、ちょっとずつ減ってる気がする。読み濡れ状態になると確か体力をずっと減り続けるはずだった気がするんだけど、あれかな、幽霊と会った時だけって感じなのかな。ずーっとなんか飛行機みたいな音鳴ってんだよな。これもあれかな、 BGM か。どこにいる、そっち側。いや、マジ複雑なんだけど、とりあえず影見に従っていこう。寄り道したする必要ないんでね。あ、お前箱野郎だな。確かなんかその背中の箱を運び続けるとかいう使命を背負った一族の、使命を背負った一族の男だろお前。はい、カウンター入るよ。甘すぎる、甘いよ。ショコラテか。はい、ああやめてやめて、触らないで、うちのユイに。マジでうちのユリ触らないで、本当に。そんな汚い手で。ダメだろ。あ、ちょっと。はい。カウンター入ったんじゃないこれ。近っ。ん？
よし、やろうじゃん。来いよ、来いよ。来いよ。あ、ダブルで取れる。来い。いやー、はてえな貴様。よいしょ。どうよ。どうよ、ちょっとずつ慣れてきてんのよ、こっちだって。こっちだって、幽霊との戦闘相当慣れてきてんだからな。何体の幽霊を葬ってきたと思ってる。はい、回避。回避間に合わんかった。近い。お顔が近いよ。よいしょ。よし。終わった。終わってないよね。終わってないよね。はい、あー、ちょ、ちょっとやめて、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 やめて。触らないで。触らないで。言ったでしょ、触らないでって。あ、来た来た来た。来た来た来た。間に合え、間に合え、間に合え。間に合え、立つぞ。よし。見せてもらうぜ。死に際よ。彼岸湖ってやつか。ありがとう、見せてくれて。とりあえず万葉丸使って回復するね。うん、マックスまで回復させる必要ない。よし。でも待って待って、あれでさ、今ポイント手に入ってんだから、レンズ強化ほらできる、すぐできるわ。あー、これあげ、いや出力、あ、あ、上げらんねえや。ポイント足りねえや。よしよし。んで、どこ行った？ああ、ついてるついてる。そこか。オッケーオッケー。向かうさ、向かうさ。ひそかさんはさ、何を元にこの迷いなくガンガン先進んでってんだろう。すごいよな。あー、そこにアイテムある。拾いに行ける？これ。あ、いけるいける。アイテムは欲しい。すげえな。フィルムいただきまーす。はい。甘い甘い。甘い甘い。よし。あー、なるほど。今読み濡れ状態だから、ゴーストハンドもちょっと出てきやすいのかなっていう感じか。こっちだよね。よしよし、オッケーオッケー。任せるたまえ。どうでもいいけど、ユーリのブーツの中今ぐちゃぐちゃだろうね。水でぐちゃぐちゃになってるよね、これね。大丈夫？なんなら服とかどっか張り付いて裂けそうだけど。マジでこれ複雑やんね。アイテムない、アイテム。ないな。よし。行くぞ。あ、あそこにある。通り過ぎてちゃった。ちょっと、行ったり来たり行ったり来たりさ。大変なんや、こっちも。よし、なしなし。ゴーストハンドなし。ん？まあいいか。とりあえず行こう。寄り道はこれで終わりだ。寄り道は終わりだ。行くぞ。え、おお、こんにちは。また来たんか、お前。さっきちょっとやり合ったばっかじゃん。ちょっとどこ行って。奥行っても、まったく。はい、フェイタルフレームですから。はいはい、回避。あ、近い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 。よしよし、はいはい。いや、マジで君硬えな。よいしょ。来てる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 。その重い箱を背負ってその足はなかなかやるな。強いぞ貴様。はい、回避。
こ行った？どこ行った？どこ行った？どこ行った？あそこ。おい。甘いぞ。よいしょ。ちょっと怖いな。おい、あった、回避が間に合ってなかった。近い。すげえ顔してるな、君。すげえ顔してる。よし。しっかり収めたよ。フィルムにしっかり収めた。あと、上、こっちか。はい。やめて。マジやめて。マジでやめて。体力吸収。体力吸収。あ、いった。ポイント。あ、マシにポイントくれ。仕方ない。ちょっと待って。戦闘のたびに結構きついぞ。でも体力結構吸収してるから、割といけてる気がする。まだいんのかよ。どこだ。誰だお前。あ、またミコさんか。お前、フラフラしやがって。許せんぞ。よいしょ。吸収。はい、回避。やめて。よいしょ。マジでやめてよ、本当に。よいしょ。まったくよ。君らマジで私のこと大好きすぎない？私のこと大好きだよね。言ってよ、好きって。好きって言って、私を好きだって言ってくれよ、せめて。考えるからさ、ちょっと考えるからさ、頼むよ。ダメだ、ちょっと立ちいけない。アイテム、ああ、そこにあるのか。マイヨガ。手届かない。マイヨガに手届かない。ああ、反対側か。オッケー。こう抜けて、右側にマイヨガ。よし。いただき、マイヨガ。はい。ちょっと待って。ゴーストハンド、それは。話したつもりだったよ。僕は話したつもりでしたよ、今。話せよ。はい、大丈夫。よし。万葉岩、せいろがんばりに万能だからな。で、あ、そちらか。やっと水から出られる。いや、長かった。そら、これ、体びしょびしょになるわな。今、どうでもいいけどさ、へそまで透けてなかったっすか？ちょっと、ゆりさん。おお、すげえ、張り付いてるわ。あ、首がない。首なし地蔵ですね。で、アイテムは？ん？どこ？あ、そこにある。よし。ゲット。あ、違う。ノートだ。ひそかさんの手帳。おお、どう見てもノートだけどな。この忌み谷の先には、この山の頂にある聖域、大曲境との彼岸湖がある。もし彼女にその素質があるのなら、あの場所へ導かれた可能性もある。本来であれば、その場所へ呼ばれるのは私だったのかもしれない。彼女？日向美優さんかな、多分。結構わかる。いやー、建物あるやん。何これ。絶対ここだよね。建物じゃねえわ。ただの扉だったわ。ああ、行こう。おお、読めないんじゃ。大華経かな。大華経。いや、読めない。読み方、書いてもらいたいよね。目の前の扉開けんのか。よし、開けよう。
とりあえずあれ雨止んでるからこれアイテム使って気温の日でちょっと体きれいにしとこう。よしよしよし、はいはいはい、射影機射影機、よいしょ。あ、3人ともつっちゃかった。走り去る少年、走り去る少女、もう一人、もう一人手前の、タイミングが難しいな。あ、ダメだ、間に合わなかった。くー、難しい。ん？ってこれどっち行けばいいんだ。また道は分かれてるけど、まあ、ひそかさんの導きに従うならばこっちだな。よし、行こう。どうせあの先も行くんだから、後で。はい。はーい。ひそかさーん。ひそかさーん。地蔵の前を歩く黒沢ひそか。オッケーオッケー。じゃあ私も地蔵の前を歩きましょうか。うん、同じ道だね。はいはいはい。これまた道分かれてんのよね、これ。あー、寄り道したい。寄り道したい。あ、行くな、行くなって言ってた。ごめんなさい。すいません。あ、なるほどね。ああ、そっち、来ない方が良かったね。はいはいはい。よいしょ。ちょっとずつ揚力を。よしよし。もういいよいいよ。こんな、こんな開けた場所勝てると思うんじゃねえぞ。そんな箱背負ってる男ごときが。射影機の餌にしてやるわ。よいしょ。おい、ナイス。いいですね。非常に。地面の中じゃねえか、お前。さすが幽霊。歩くという感覚がちょっと我々とは根本的に違うみたいだな。レベルが違う。回避。よしよしよし。よしよし。近い近い近い。近すぎて。あー、取れなかった。どこ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 いたどこいた、よしよし。回避。あー、どこどこどこ、近いんじゃ。ゼロ七式の本当の恐ろしさは連射性能と無限の弾数にあると思ってますから、ね。あ、あー、どこどこどこ、あそこにいる。よいしょ。よいしょ。今箱ごと葬り去ってやるわ。よいしょ。はい。どこだ。回避。甘すぎる。はい。やべ、後ろに何かって下がりきれない。何かって下がりきれないぞ。よいしょ。はい、フェイタルフレームですね。決まったんじゃないですか。決まったね。はい。音楽が変わった。これやったんじゃない？タッチタッチ。ふう。となるとここに何か隠されてると思ったぞ。いや、これダメだ。ただ迂回するだけだ。ダメダメダメ。ダメだ。また迷子になるから、これ。ひそかさんの後を追ってるんですよ。目的意識をおっしゃっちゃいけない。何をしに来た？ひそかを探しに来たんです。黒沢ひそかさんを探しに来たの。だからちゃんと向かってる方についてくしかない。ここもちゃんとついてくしかない。これは右に向かっているという。よしよし、そういうことよ。お、ナウセービング。あらあら、あれ、この人生きてない？幽霊じゃないよね。なんだっけこれ、マガツ鏡だっけ、なんだっけ。照らすな照らすな。完全にあれ箱に入れられちゃうんじゃないの、この流れ。誘われてるぞ、誘われてる。ほら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 、やっぱり。あ、やば、マジか。抵抗しきれない、もしかして。
柱になるのです。え、なにこれ、なにこれ、え、連射、連射、え、あ、そういう感じか、そういう感じか。はい、よし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 、ナイスナイス。まあ、死んで結局お前死んでる人か。なるほどね。オッケーオッケー。いよいよ、いよいよ、いよいよ、そういう、そういうことなら、そういう、そういうつもりで戦うわ。いや、早いな。よいしょ。早い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 、よし、吸収吸収、体力吸収、体力吸収、よしよし。で、あつ、滅滅滅滅滅する、滅する、こいつ滅するぞ、滅するぞ、わしは滅するぞこいつを。よし、滅滅滅滅滅滅って言ってたあれだな。結界誌思い出すな、結界誌。超懐かしいな、結界誌。よいしょ。あれって何年くらい前だっけなーって。ばあさん、ばあさん早い、ばあさん早い。ばあさん早い。ばあさん早い。滑るように移動するじゃん。すぐ滑るじゃん。すぐ滑るじゃん、ばあさん。すぐ滑る。すぐ滑るんだよな。よしよし、よしよし。地下に潜ってたから、安心ってわけじゃないんだぞ。ばあさん、ばあさん、甘い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 、ばあさん。こっちの感知能力、舐めちゃいかん。甘すぎる。ここにいる、ここに、ばあさん、出てきた。出てきた、ばあさん。よし。よーし。よしよし。甘すぎるぜ。よいしょ。はい、ようこそ。よし。滅殺。滅殺する。滅殺するぞ。はい。危ない、危ない、滅滅、よし、最高だな、決まった。よいしょっと、はい、シャッターチャンス逃さんぞ、逃さんぞ私は。よし、ただ取ってるのがバーさんっていうのはちょっとそれだけは良くない、それだけは良くない。もっともっと肌が綺麗な人よこしてください、お願いします、お願いします。昔は綺麗だったパターンはいらないんで、今綺麗な、今綺麗な人お願いします、今綺麗な人お願いします、頼む、頼むぞ。あー、ちょちょちょ、お願いしますって、お願いしますって。よいしょ、はい、あ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 、よいしょ、なんだこれ、あー、いるいる、ギー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 なってる、ギーギーなってる、ギーギーなってる。あー、どこ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 行った、どこ行った、そこ、そこで、はい、おい、顔見えるぞ、お前の顔が見えるぞ。はい、おい、硬いお前硬いな、さてはお前強いな。回避、甘い甘い、近寄ったからって勝てると思うなよ。はい、あ、終わった、何？筋肉って言った今。何言ってるんだ何か言ってるな。よし、万葉丸。ありがたいですね、万葉丸は。ほんと、これだけか。なんじゃこの箱。なんじゃこの箱。拾おう。すげえプレゼントだ。黒い表紙の手記が落ちていた。あの老婆のものだろうか。へえ。もっと柱を作らねばならぬ。大柱がついえる。黄泉が溢れる。黄泉を沈めねばならぬ。大柱が溶ける前に。もう一冊手記が残されていた。水泳門の隙。かっこいいな、なんか。美しい文字に何か書かれているだ。巫女になったのは、あの大水で生き残ってしまったから。たくさんの亡骸の中で、一人目覚めたとき、私はもう半分死んでいたのかもしれない。私は人には見えないものが見えるようになった。人の、ん？他の人と違うものが見えた。私は巫女になるしかなかった。今日、深山に入った。体を削ぐような精神決裁をして、いよいよ深山に入ると、いろんな声が一斉に聞こえてきて、思わず耳を塞いだ。木々の話し声、
石のつぶやき、水の鳴き声、あらゆる場所に重ねられている祈りの跡。時間がゆっくり流れて、宮間に降る水、雨粒が一つ一つくっきりと見える。うごめく木々の葉の一枚一枚の葉脈が目に飛び込んでくる。目の端に素早く通り過ぎる死の風景たち、むせ返るような死の匂い。この思い立ちの洪水の中で務めを行うには、これから厳しい修行が必要だと言われた。入ってすぐに宮間から逃げ出したくなったけど、私には帰る場所がない。どこに行っても同じ、一人で終わる。強化レンズ撃。2倍のダメージを与えることができる。撃と滅ってどう違うんだこれ。ちょっと待って。強化レンズでしょ。じゃあ装備変更で。滅。レベルが高いほど。どうなんだろう、撃の方がいいのかな。撃にしとくか。圧。圧。圧はでも圧はいいよな。となるとやっぱり地の方がこっちの方がいいか。うん、こうするか。いいんじゃないかな、これで。4マナはパーパーできないと。よし、じゃあ行こうか、先に。てか、箱だらけやな。マジで。柱をいっぱい作らなきゃいけないってことか。これ、中入ってるのかな？中入ってねえんだろうな。で、ひそかさんどこ行った？とりあえず、こっち側行くのは間違いなさそうだな。で、溢れちゃうってことか。あ、待って待って、写真撮らせて。湖に向かう黒沢ひそか。ほうほう。となるとこれは右が正解。ふん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 。まあついていこう。湖近いってことか。もうだいぶいいんじゃない。今日トントンで進んでるよ。アイテム、え、あ、なんだ、アイテムどこ、どこや、どこやアイテムどこや、どこにあるんや、どこにあるんや。え、わからん。ない。なんかいるじゃん、あそこあそこなんかいるじゃねえかよ。ひそかさんか。湖に立つ黒沢ひそか。あれ、ひそかか。行くよ、今行くよ。これ行っちゃダメなやつなんだろうな、多分。多分行っちゃダメなやつ。あ、動かせない。あれ、ひそかさんと同じことになるんじゃない？パシャパシャ写真撮りまくるんじゃない？これ。ああ、出た出た出た。出たよ。なぜ逃げない？動けないのかな？ああ。ああ、湯の宮でお会いしましたよね。湯の宮でお会いした方ですよね。一緒に落ちてくれますかの人ですよね。すっげえ一緒に落ちましょう。ナウローディング、ナウローディングが二重になってる。ああ、逃げる。やっぱ写真撮れねえわ。逃げよう。とりあえず離れるしかないよね。ちょ、回避回避。待って。どっちに行けばいいのこれ。どこ行けばいいんだ、どこ行けばいいんじゃ。どこ行けばいいんだどこ行けばいいんじゃ、これ。逃げるしかないよね。同じ方向にとりあえず進み続けよう。あれ？これ大丈夫？
あ、逃げ切れた。優しい。優しい。全然捕まえる気ないじゃん。優しいな。ひそかの影を追って彼岸湖にたどり着いたユーリ。しかしひそかの姿は湖の霧の中へ消え、そこに現れたのはひそかが残した写真に写っていた黒い影の女だった。黒い影の女には遮影機の効果はなく、ユーリはただ逃げるしかなかった。お、ていうかこれでショー終わり。もしかして、彼岸湖に立ち込める霧の向こうには巨大な鳥居の影は見えていた。あの鳥居の先にひそかはいるのだろうか。終わったー。いや、いいね。サクサク進んだわ、王政。ああ、どうも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 。はーい、というわけで今日はこの辺で終わりですね。次回は、大間が時ですかね。北条蓮さんですね。骨董屋内を監視する。骨董屋内についに進出してきやがったか、幽霊が。ああ、なかなかね、面白いことになってきましたね。はい。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回もね、よろしければご視聴のほどよろしくお願いいたします。ここまで語り私、小井でお送りいたしました。それではまた次回まで。さよなら。バイバーイ。いや、面白くなってきましたね、これね。